こんにちは今日から始める安心着物着物物です、えー、と今日は、えー、またちょっと新しい江戸古紋の試みということで通常まあ江戸古紋っていうのはあの伊勢型の型紙の細かく突き彫りや引き彫り、えー、道具彫りしたような型紙を使うんですけども実はえと今回ちょっと作らせていただいたのは「の、え、り、ー、流し」と言ってですね まあ、よく皆さんこう墨流し染めといって、えー、と <coughs> 水の上に、えー、染料をこう流垂らしてでそれを刃紋のようにしてモアレ状にしたものをでこう染める着物っていうのは見たことがあると思うんですけど、まあ、同じようなことを実は糊を最初に引いてその上に染料を流してでこう江戸小紋の糊を使った墨流しみたいな。 だまあ厳密に言うと江戸古門ではちょっとないと思うんですけれども実はこうした技法を、えー、と今お願いしている江戸古門の、えー、と金田先生のお父様が、えー、それこそ3四4 0年前にはよくやられてたということで,でせっかくだったらちょっとそういう昔の技法をもう一度やってみて、えー、もらえませんかということでちょっとお願いをしてで、えー、サンプル的にちょっと作りました。 で、そちらのものがまあこうした感じのものなんですけどだから、あのー、どちらかいうと緻密さを、えーっと <coughs> えー、染める江戸古紋とはまたちょっと打って変わって。 えといわゆる自然なこうなんていうんですかね、えー、とこう波紋というかその流れで、えー、と墨流しみたいなものをで普通あの墨流し染めっていうのは基本的にあの水の上に染料を、えー、垂らしてであの本当墨流しは墨流しで結構大変らしいのが要はそれこそ風が。 吹くというかですねほんのちょっとの風の,そ,のそれによってこういわゆる絵面というかその波紋が変わってしまうと。で今回のこう,こうしたものは実はえー、とのりを一度、まあ、江戸小紋ののりを全体に引いてその上にのりの入った染料をえっ、ー、とチャンチンのようなものでまあ小さい浄ょのようなもので流してでその上をえっ、ー、と 熊手状のような、えー、と竹のこういう、えー、爪のようなもので,でこうちょっと自然にかき壊していくというのが、えー、そして蒸してのり染めするというのがこういうの,のり流しという技法でこうよく見ていただくと、まあ、こうして要は水流水門のようなこう波紋というか流れが出てると思うんですけどこれは。 要はのりをこうちょっと要は融合させた感じでこういうものができるのでまあえともう正直言ってある意味ちょっと偶然でえそうしたこうものができるというので今回はあえて実はえっと仕 <laughs> 立て上がった状態でえお家でジャブジャブ洗っていただける えー、感覚のものを作りたいというふうに思いましてあえて実はこうした大島の生地につるっとしたこう大島の生地に、えーまあ、こうしたのり流しという技法で染めましたでやっぱり大島の生地っていうのは基本的に先染め先染め糸というか、えーとえー、そういう要はちりめんのような糸質とは違うので えー、基本的に生地に油分があるので結構こうなんて言うんですかね染料というか糊をはじきやすいという性質があるんですけれども、まあ、その辺の部分をちょっと改善というかいろいろトライしてもらってで、えー、染めたのが今回のこうしたものですなのでこちらのものは。 墨流しみたいにこう見えましても、えー、お家で仕立て上がった状態で着物にしてから、えー、お家でジャブジャブ洗うことができるという着物で、まあえー、こんなものを今回はちょっと作ってみましたでここ何回かちょっとそうした感じで、まあ、江戸小門の可能性ということでいわゆるその。<coughs> 従来ある江戸古紋だけではなくて、まあ、江戸古紋の技法を使っていわゆる糊で蒸して染めるという技法を使っていろんな着物を作ることができるということについてちょっと動画をたらさせていただきました。ということで本日も以上ありがとうございました。